こんにちは。仙台リメンバーの高橋です。6月ということで、追加エントリーをしたり、面接ラッシュだったり、大量に志望動機を用意する時期ですね。ということで、今回は旬ダイアリーの過去動画のうち、志望動機の作り方についての分かりやすい箇所だけをまとめた動画を作りました。ぜひこの動画を見て、これからの志望動機を作る際の参考にしてみてください。志望動機の構造、どういう風な順番で書けばいいのかっていうのを教えていただきたいです。はい、かしこまりました。どういうふうなことを達成できれば志望動機としてまず OK なのかっていうふうなところでいくと、志望動機を伝えた結果、この人を採用したらうちの会社で長期的に活躍してしっかり利益生んでくれるだろうな、そう思ってもらえる内容になっていたら OK です。長期的にっていうところが重要なんですけど、やっぱり新卒採用って採用した後すぐに活躍できるかっていうと教育期間があるので、そこに対して人件費だったり教育費だったりをかけた上で未来にしっかりと活躍してくれる人を採用したいというふうに思ってるんで、すぐ辞めちゃう人じゃなくて長期的に働いてくれる人を採用したい、こういうふうに思ってます。じゃあそれを伝えるためにどうしたらいいのかっていう、その構造のところでいくと、シンプルにですね、まず最初になぜ志望するのかっていう一文、私はこういった理由で御社を志望していますというふうなところを言った後に、次に伝える部分っていうのは自分のメリットを話してほしいです。自分はこういうふうな未来やっていきたい方向性があって、それが御社であればこうこうこういうふうに実現できるからのような自分のメリットを話す。そしてその次にですね、自分のメリットだけじゃなくて、私があなたの会社に入ったらこういうふうに貢献できますよ、利益を生み出せますよというふうに採用企業側のメリットを話す。この2つはですね、重なってる部分っていうところが志望動機になるみたいなイメージで思っていただければなというふうに思います。世界に誇る製品を作る記者の社風や取り組みについて学びたい。中国を訪れ海外での飲み物選びが不安だったが、多いお茶の名前を見て安心した。日本を感じ、世界で働く日本人の心を癒すネーミングの強さも感じた。日本の製品は世界で広く信頼されているが、多いお茶はその中でもひときわ信頼度の高い製品だ。インターンを通じて日本らしい信頼の構築に貢献する上での理念や取り組みを直接学びたい。以上です。では、フィードバックしていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、落ちてしまった、志望動機というところで、なんで落ちたかみたいなところをお伝えするとですね、はい、企業は、どういう人を採用したいかというふうに考えると、売上利益を上げてくれる人を採用したいというふうに思ってます。で、落ちてしまっている理由は、その売上利益を上げる人だなというふうにあんまり感じてもらいづらい内容になっているというところが一番の改善ポイントかなというふうに思います。自分がその会社で働くメリットと、会社が採用するメリット、この2つがあると志望動機としては良かったりするんですけれども、今回の内容でいくと自分のメリットしかないですね。で、自分がこういうことを学びたいっていうふうなところはあるんですけれども、会社側が採用した場合に、あ、この人採用したらこういうふうに利益につながりそうだなみたいに想像するポイントっていうのがないというところが、まず大きく一つ欠けているところと、宮下さんにとってのメリット、こういうことが学びたいっていうふうな部分も、それを学んでできるようになったとして、うちの会社にどういうふうに、リターンが得られるんだろうかみたいな想像もつきづらい内容になってしまっているというところがあります。私の産業を志望する理由は2つのコマにあります。1つはやってみなはれ、2つ目がミストイティ、この2つです。具体的にやってみなはれから伺ってもよろしいでしょうか。はい、僕はとにかく挑戦を重んじるというサントリーの会社の姿勢を惹かれています。僕は大学4年間体育会のボート部に所属していたんですけど、私立の統合のボート部とかだと高校で結構活躍していた、ボートをずっと続けていた人が大学でも続けるっていうようなところが多い中で、大学から始めた人間だけでチームを組んでそこに挑むっていうとして、何回かまあ勝った瞬間もあって、そこがすごく自分にとって感動的な印象的な体験だったので、そこだけじゃないですけど、やっぱり挑戦っていうのが大事っていうのは自分の気持ちとしてあるので、それをやっぱ会社全体として関わっているっていうのはすごく魅力的だなと思っています。これまでさんご自身はサントリーでどんな挑戦をしてみたいでしょうか。僕自身がお酒が苦手なんですね。まあ、サントリーお酒の会社ってよく言われる中で、やってみはると水できるという部分に主によく惹かれて志望しているので、お酒があまり飲めません。で、その中でそのほろ酔いとかノンアル気分みたいな、お酒が苦手な人でもその場で
楽しく飲める飲料っていうのはすごくそれまでの飲み会文化を大きく変えたと思っていて、ああいう今まで飲み会で強いお酒をガンガン飲むことを仕方なくやっていた人たちが救われる、ノンアル気分があるからお酒みたいな雰囲気でみんなと一緒に飲める、ほろ酔いがあるからあんまり酔わずに軽くサクッとお酒が飲めるっていう、誰かを救うような文化商品を新しく作れたらいいなと思っています。そもそも志望動機の構造って何か分かります？構造、うん、結局面接って結論背景じゃないですか。御社を志望する理由って言われて、まず好感度を出すわけですよね。何に対しての好感度なのかって、なぜそう思うのかっていうことに対して答えてないとダメなんですよ。でそれが複数あると説得力があるんですよね。じゃあこの複数って何かって言ったら、よく僕が話しますけど 4P の話あるじゃないですか。プロフェッション、仕事の話で、ピープルの人でしょ、フィロソフィー、社風みたいなところで、プリバリティ制度みたいなところのこの4つがあった時に、4つのうち2つか3つをピックアップして、それに対して好感を持ってます、なぜならこういう経験があるからですっていうのを2つ書くだけで説得力あるの分かります？めっちゃありますってなったら 4P について分析した方がいいなってなるじゃない、企業分析って。だから人に関してはこう調べた方がいいとか、制度に関してはこう調べた方がいいとか、そういう風になってこないかな。なるほど。そうっていう風にゴール設定しないと全部ミスるから、企業分析の進め方を学ぼうってなった時に、企業分析という手段が目的化してるから、完全に確かにそう志望動機を作るってことだよね。さらに言えば受かるための志望動機を作るためだよね。こういう構造を理解した上で、多分企業分析の進め方を学んだ方がいいかなと思います。じゃあ今回その志望動機を作るっていう上で、ちゃんと企業が分からないとこうマッチできないと思うんですけど、おっしゃる通り。それはどうやって探していけばいいんですか？だからその 4P で環境を調べていかないといけないんだけど、そのためにホームページを活用したり、就活のサイトが出している記事を見たり、最近ベンチャー企業とかだったら採用の説明会資料が載ってたりとか、あとは説明会動画とかがあったりとか、人だったら記事とかもいっぱい上がってますよね、ホームページの中に。いろんなものが手段があるわけですよ、 OBOG 訪問とか。だから 4P を理解する環境条件を拾いに行くってなったら、あらゆる手段使えばいいって話なの。だから例えば新卒で活躍する社員がいるという話が書いてありました、記事に。これはファクトじゃん。じゃあそれは何パーセントが活躍してるんですかとかっていうのまで考えた方がいいよね。新卒社員はそもそも何人いて、でそのうち何パーセントが活躍してっていう話、じゃあ新卒社員の記事見ていこうとかっていう風に、記事の中で気になるポイント、この人はこういう風に発言している、それはファクトでしかない。で疑問に思ったことを追加で調べる方法は何かっていう手段をずっと PDC 回していくだけなの、これって。じゃあ例えば自己分析をして、例えば人の観点で言うと、あんまり上下関係があるところではうまくできなかったなっていう自分の分析があるとしたら、できるだけフラットに接し合える環境があるかどうかっていう、なんか問いを立てた上で企業を見るってことですか？まさにそう。だからその観点で人に会いに行くとか、社員に聞いてみるとかもそうだし、そういうふわふわしたものって人に会ってみないと分かんない。記事の中で我々はフラットですとかって言っても、ほんまかいなって思うわけで、だからそこは人に会うしかないの。ここは人に会う手段だなとかっていうのをちゃんと見極めていくのよ、その仮説に対して。それを実際に自分でやるってなるとかなり難しいなって感じてしまって、うん、どうやってその企業が当てはめたらいいのかみたいな。OBOG に聞いちゃうのが一番早いと思います、うん、自分でやろうとするから大変なので、うん、そういう時は人に頼っちゃっていいんですよ。で会社のことは会社員が一番知ってます。確かに自分で調べようとする必要ないですもんね、知ってる人に聞くのが一番早い、はい、もしかしてお友達いるんですか、その人紹介してくださいってそのまま OBOG 訪問しちゃう。だからオープンワークとかも、そうですね、オープンワークで調べて口コミを見ながら社風を調べたりとか、あと OBOG 訪問で私ってどんな会社にいそうですかって社名聞いちゃうとか、でそういう社会人の直感って大体当たりますから。あとなんか最近 ECS4 アカデミアっていうサイトがあって、はい、そのいろんな会社のクライアントさんからの口コミを載ってるんですよね。あ、どういう雰囲気の人が多かったのかって載ってるので、はい、そこを見てみてもすごい社風ってのが分かるかな。入ってる会社の特徴を調べて、強みを調べて、で、それが自分が好きだっていうことにして、で、なんか根拠を探してくるみたいな感じだったので、うん、合わせに行こうとしてたところがあって、まあ合わせないと勝てない、就活って終わらないと思ってたから、だからそこで自信がなかったです。うん、はい。でもそれも正解だと思うんですね。ある程度企業が対応するときに、そ
その人を採用するメリットっていうのを就活生が示せないといけないと思うので、うん、ある程度企業の強みとか求める人物像を調べるっていうのは大事だと思うんですけど、うん、バランスはどうやって考えればいいんですか？やっぱり今おっしゃってくださった通りで、ずっと自分らしく出続けるって難しいと思うんですよね、うん、親の前にいる時と、うん、友達にいる時と会社にいる時で全然多分表情とか、うん、発言とか変わってくると思うので、うん、なのでそこのバランスはやっぱ自分が嫌だって思わないかなって思ってて、自分が表現してることで、うん、自分らしさとあまりにもかけ離れすぎてこういう自分嫌だな、こういうこと言って自分嫌だなって思うのであれば多分合わないんだと思うし、そこに対して、まあ、一定ちょっと意識はしてるからちょっとアレンジは変えちゃってるんだけど、でも特別違和感ないなってあれば比較的合ってるのかなっていうふうには思います。そうですね、その通りだと思います。なんか嘘ついてる感というか、うん、なんか違うなと思いながら喋ってる感がある時と、うん、まあこれも自分の一面だからそれを見せてるだけだっていうふうに思えてる時だと感覚が違う、うん、そうそう、企業分析してる時にめっちゃ行きたい気持ちはあるけどめっちゃ違う自分を合わせに行こうとしてるなって思ったら合わないっていう自分で判断もできるってことです。そうですね。いかがだったでしょうか。志望動機の基本を押さえていただけたかなと思うので、6月は大変な時期だと思いますが一緒に頑張りましょう。